神様です。今いるのはジャングルではなくて、これ実家の庭です。これ私の実家なんですけどね、ここ。これジャングルじゃないですよ。これうちの庭なんですよ。庭広いですね。広いでしょ、ね、うちのおかんが、うちのおかんというか、おかんなんて言ったかな、うちのママがガーデニングが趣味でね、いろいろ植え探した結果、うちの庭が森に帰りつつあるんですよね。なんか繊維が進んできてね、ちょっと高めの植物が茂ってきてね、森に帰りつつあります。あ、でも花だらけで綺麗ですね。うん、昔はここ全部芝生やったんよ、ここ。あ、そうなんですか。それがその間にかこんなになっちゃった。花畑、森に帰りつつあります。多分あと30年ぐらいしたらもうすごいジャングルになっとるわ、ここは。ほんまもんのジャングルになっちゃう。で、今日はね、まあ別にこの庭には用がないんですよ。あっちの方ですね、ちょっとあっちの方に、はい、実はスズメバチが巣を作っちゃったんでね。マジですか。そう、見りゃわかるけど結構危ないのよ。洗濯機が外に置いてあるんやけども、その近くに置いてあるその古いカーペットの中に巣を作っちゃって、はい、今は女王バチだけやからいいけども、うん、あれ働きバチがいっぱい出てきたら、その洗濯の時の振動とかで多分興奮して出てきたりして、ちょっと危ないから。さすがにそれでうちの父ちゃん母ちゃんが刺されちゃうんで、あ、パパとママがね刺されちゃうんで今から取ります。親孝行でしょ、おーちゃん。孝行息子なんすよ。そうですね、もう親孝行なんすよ、うん、今から親孝行しますわよし、行こうか。わかる、あれ、これ、これ、このカーペットのこの中っすよ。ちょっとライトで照らすな、ライトで照らすね、はいはい、この外から見えへんね。ここペロンとめくると、ほら、あ、ほんとだ、あるでしょ、あれ、あれ、あの茶色いの、あれスズメバチの、黄色スズメバチだな、あれ多分。あ、マジか。そう、こんなところにもつくんですね、うん、そう、こういうちょっと暗い閉鎖的な場所に作るのね。うら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 。あ、よし、働きバチ出てこんな。働きバチはいませんね、まだ。あ、女王バチだけやったら取るの簡単よ。まずは最初に女王バチを身柄を拘束しましょうか。あ、働きバチおるやん、出とるやん。マジですか。あ、でもちょっと危ないかもな、これ2匹おる。あ、いますね。おるね。お、どっちか働きバチじゃないのか。2匹おるな、うん、まさか働きが、多分浮かしたてやと思うけどな、あのちっちゃいからな、働きバチだろうな、うん、あのまだ飛べんのかもしれん、もしかしたら浮かしたては飛べんでな。来た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 、と飛べるじゃん、飛べるじゃん、こいつら。お、あ、取れた、よっしゃ、わわわわわ、あ、ダメダメダメ、ちっちゃ。初期の働きバチはね、ちっちゃいんすよ。本当だ。最初は女王バチが1匹で子育てするんで、幼虫1匹あたりの栄養の量が少なくてね、働きバチの大きさちっちゃくなっちゃうんですね。下に振動当たると出てくんねんな。よし、取った取った取った、よっしゃ、取ったど、ナイス、取ったど。この子も働きだね。もうおらんかな。と、あ、あれちょっと白っぽいの見えとるやろ。あ、中の、あ、あれ、あれ眉だわ。本当だ、あれ中で蜂ができてるんだよ。危ないぞ。あ、ほらほら動いたでしょ。おるおる、あれ幼虫ちゃんですよ。幼虫ちゃん、幼虫が待ってろよ。もうちょっとしたら回収してやるからな。今せいぜい数匹、多分片手で収まる程度しか蜂いないはずなんでね、うん、2匹取り除いたらだいぶ大幅戦力ダウンなんで、うん、これでもう夜は楽勝ですよ。実はね、こっちにもスズメバチの巣があるんですよ。これは小型スズメバチかな。あ、とっくり状になって、このとっくりひっくり返した形のやつは、うん、でちょっと太めのツルに、古いツルについてるんで、あのツルのところを切れば OK かな、はいはいはい、あそこでしかくっついてないから。なるほど、これ取るの簡単ですね。あ、音がする、中でカリカリと。かすかに音がしますね。いますね。おるね。なんかあの口をティッシュかなんかで塞いで、はいはいはい、そのままもう取っちゃえばいい。道具はこれですね、まあ、包丁使うかなって思って持ってきたけど、これはいらなさそう。これで口を塞ぐんですわ。なるほど。いるよな、中に。いるよね、スズメバチ。よし。一時的に仮で塞いで、それでまずこっちを切ると。よし、切れた切れた切れた。わからんな、本当におるのかな。ちょっと、まあ、とりあえず取るだけ取りますか。出てくる様子がないんやな。普通刺激したら出てくんやけどな。ちょっと怪しいな、おるかどうか。ちょっと自信持てんくなってきたぞ。中からね、かすかに幼虫の音が聞こえるんですよ。カリッカリって育房の壁をこう大顎でかいて、それで音出してるんですよね。これ餌ねだる音なんですけども、幼虫の音だなこれ。おるかと思ったけど留守かもしれん。まだ帰ってきましたね。今ママが入ってった入ってった入ってった、ブーンっつってね、すごい音立てて、てうん、はい、帰ってきたね。帰ってきましたね。これ取るか、じゃあ。お、入った。よし、あ、よし、ちょっと口が取れちゃったけど、やった。あ、本当だ、取れちゃったけど、一瞬で取れましたね。確保しました。女王蜂。女王蜂なのか、なんかちっちゃい気がするけど。まあでも、小型ですよね。小型スズメバチやからな、まあでもこんなもんか。うん、
よっしゃ、これで取れるぞ。よっしゃ、もう中に何もいない。これでちょっと口が折れちゃいましたけど、多分中、あ、もしかしたらこれ働き蜂で女王蜂おる可能性はあるけど、あ、まあいや取っちゃえ、もう取って大丈夫だろ。よし、じゃあちょっと確保しましょうか。はい、夜になりました。もう全員戻ってきとるかな、どうかな、うん、普通にいますか。あ、おった、あ、でかくない、あれ、あれ女王じゃない、女王だ、あれママだ、ママでかい、確かに、ママママママ全然違う、ママだな、あいつ間違いないわ、あの子ママだわ、ママ怒ってる、怒ってる、あ、出てきた、あ、でかい、ママ、でかい、あれママだわ、間違いない、あとママだけか、ママおいで、ママママママおいで、もうここに巣作られたあった困るから、ママ捕らえたいんやけどな、ピンセットとかで取れないですかね。あ、いけそう、あ、いったいったいった、よっしゃ、いった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 、よっしゃ、これが女王蜂ですね、取れた、捕らえました、女王、やりました、でかいでかいでかい、間違いなくこれ女王だろ、ママでしょ、挙動が違ったからね、桁違いですね、でかいでかいでかい、大きさが全然違う、あんだけ働き蜂ちっちゃかったのに、ママこの大きさですよ、うん、女王は、女王を捕らえました、やった、やった、これでこの巣はわしらのもんじゃ、やったぜ、ママ出てきてよかった、ほんとごめんね、ママ、あ、君は何も悪くないんやけども、巣を作った場所が悪すぎたわ、うん、そうですね、そう、君がここでね巣を作っとると、うちのパパとママがお洗濯した時に刺されちゃうの、だからね、うん、ちょっと巣をもらうよ、もらうよ、これで、これでね、神様の実家に作るなんて、そう、神の実家に巣を作るなんて、巣を作るなんてね、ちょっと作った場所が悪すぎたね、うん、あ、結構切れますね、結構切れるね、すごい、割と切れるもんや、うん、幼虫いますね、幼虫おるね、外皮はな、どうしても壊れちゃうけども、うん、巣本体は壊れてないね、あ、カリカリしてますね、これ餌狙ってるんですよ、お腹空いとるな、なるほど、ごめんね、バブちゃんたち、いや、もうこの巣は俺がもらうんだよ、ちょっとごめんね、君のママとお姉ちゃん、君たちのお姉ちゃんとママはね、我々が確保しました、身柄を預かってます、どうや、あー、いい感じ、あー、なるほど、こんな状況だったのね、なるほど、あー、眉が結構、あ、これうっすら蜂の顔が見えとる、あー、ほんとだ、やばいやばいやばい、もうすぐ、これはやべえぞ、あ、ちなみにこの古いカーペットはもう捨てるものなのでね、切り刻んでもいいということでしたので、お、いただきました、取れた、ほら、やったー、やったー、いいですね、これ、あ、育房がちっちゃい、幼虫もちっちゃい、ほら、やっぱ栄養が足らんな、栄養が足らんからやな、でも最初の20匹ぐらいは女王一人で、そう、これこの2つ働き蜂抜けた後でしょ、眉が破られとる、あ、なるほど、で中にはもう新しい卵が産みつけられておる、あ、早いですね、早いね、へえ、早いね、ほら、あー、幼虫ちゃんたち可愛いでちゅね、君たちはおちゃんさんが買ってあげまちからね、大きに収容するんですけど、ちょっとカーペットが大きいから、カッターが正解だったんですね、カーペット切るの、カーペットはカッターだよ、みんな、幼虫ちゃんが怖がってる、ママいないよ、大丈夫だよ、ママどこって、ママもお姉ちゃんも無事だよ、ママ、ママここだよ、ほら、ママだよ、あ、ママだ、ママでちゅよ、ママを一緒にするとこの外皮を結構壊しちゃうから、暴れてね、中で暴れて巣を痛めてしまうから、はいはい、と家に帰るまでは別々、やっぱ働き蜂2匹だけやったらな、よかった、あ、よかったですね、あの2匹だけで、これがさ、こいつらがこの眉が浮かしてきとったらもうちょっと大変やったな、うん、出てきそうなやつおったしな、ないんです、あと1週間したらもう5、6匹いたかもしれないですよね、うん、この辺、それではこの容器に入れて、で、緩衝材側にティッシュを敷いておいてあげようかな、うん、ティッシュ周りで少し軽く梱包しておきます、よし、ほい、完成しました、よっしゃー、よっしゃー、あったぜ、働き蜂2匹はもうすでに明るいうちに確保しましたので、これで巣の全員を確保したことになります、巣にいる蜂を全て確保しました、やったー、これでこれで私のパパとママがお洗濯の時刺される恐れもなくなりました、働き蜂出とったらちょっとやばかったな、そうですね、危なかったです、まだいいけど、これがさ、うん、数十匹クラスになってきたらさすがに危ない、うん、よし、じゃあこれは持って帰ります、冷やしてね、はい、やったやったー、いや危なかったですね、時期的にギリギリでした、危なかった、いやさっきね、明るいうちに、うん、働き蜂取るときはちょっとヒヤッとしたな、あ、ちょっと心の準備ができてなかったもんね、あ、女王だけかと思ったんですよね、そう、そのつもりできたら、そのつもりできたらおってでビビったかな、うん、来年もこんな感じ置いといてくれんかな作るかもしれんか、そうそうそう、作るかもしれんじゃん、
やりました。ごめんねママ、取っちゃった巣を。巣はいただいたぞ。まあ家に帰ったらまた子供たちのところに返してあげるから、しばらくそこで辛抱してくれ。じゃあこの子たちはちょっと車の中がね熱くなるので、裏ボックスに入れて冷やして持ち帰ります。じゃあ撤収。はい、撤収。実家包丁、実家包丁暗くなりました。真っ暗になったんで、さすがにもう働き蜂とかがいるとしても戻ってきてるでしょう。口にチューブを当ててちょっと偵察。出てこないな。おらんのか。おらんのか。よし、じゃあまあいいや、そのまま取ってしまおう。この出口に詰めて、中からハチさんが出られないようにしまして、うん、これ実家の包丁です。結構年季入っとるやろ、うん、これでここの包丁、ここ切ります。切れるかなうわ、切れ味悪っ取り時計よな、ちゃんと年季が入っとるか切れ味が悪すぎますハサミ使おう。これはね、ママのガーデニング用の枝切りバサミです。最初からこれ使えばよかったねうっしゃ、うわ、取れた、あ、取れた、あ、豚が取れちゃった。大丈夫かな。成虫が入ってないから、いや、分からへんで。いるかな、分からぬ。落とします。最初のあの子が女王やったのかな。あー、だから、そうかもしれないです、ね、多分そうやな。うん、ならばよし。よし、じゃあこの状態で、念のためね、入ってるかもしれんから。あ、そうです、ね、この状態で持ち帰りましょう。やったぜ、やったぜ。これが皆さん、小型スズメバチの巣ですよ。軽っ。小型スズメバチの巣は最初はね、こんなとっくり状の形をしてるんですね。とっくりをひっくり返したような形になってます。これがね、大きくなるとこの丸っこい形になるんですけど、あ、なんかおる。あ、ひょうたんゴミムシ、長ひょうたんゴミムシかな。長ひょうたんゴミムシがいました。ほら、死んだふり人、あ、起きた、ね、やるほら、長ひょうたんゴミムシですね。くびれてます。おー、ごめんね、ごめんね、びっくりさせちゃったね。さすがだわ、あった王ちゃんの実家はいろいろいますね。うちの実家クソ田舎やからさ、自然豊かでしょ。クソ田舎とか言ったら、まあいいように言ったら自然豊かやからな。そうですね、まあ、悪く言ったらクソ田舎やけど。よし、よっしゃ、やった、取れたよ、ひるちゃん。やったー、やった、取れたー、取れたー。ちょっと実家の方ちょっと使い物にならんかったけど包丁、まあ枝切るのはちょっと確かに無感はな、包丁は。やりました、やりましたね。もう昼間明るいうちにハチは捕まえてありますので、うん、これで多分全部だろうな。タラキバチとかジョウバチとかおらんやろ、他に。ジョウバチやったんやろな、あの最初のあの子が。そうですね、ちっちゃかったけど、うん、ちょっとちっちゃいけど、まあでも黄色のな、今の輪っかに比べたら、まあだいぶ大きいからな。あ、そうです、ね、まあ、そういうこともあんのかね。うん、あ、やりました、取れた。じゃこれも一応冷やして持ち帰ります。はい、やった、よし、行こう。